はい、それでは本日は販売士2級平成28年第78回3の6番接客プロセス購買心理過程について解説していきたいと思います。次の文章は一般的な接客販売プロセスにおけるクロージングについて述べている文章中の近くの部分に下記に示すアーからそれぞれの具合を最も適当なものを選んで回答用紙の所定欄にその番号をマークしなさいという問題です。こちらの問題に入る前に、こちらの、販売待機からお見送りの8プロセス、そして、購買心理について解説していきたいと思います。基本的に、これは販売員がやること、そしてこれはお客さんの心理ですね。お客さんの心理と、あとはこの、僕たち接客員が、お客様の心理に基づいてどのような行動をしていくかっていうのを、リンクしていくということになります。まずお客さんの、待機からお見送りまでの8プロセスなんですけども、こちら待機、顧客が商品を見ている間準備を整え機会を待つことということですね。お客さんが何か商品を見ているときに、急に声をかけに行くなということですね。そして、アプローチ、顧客が商品に興味を持ったら声をかけて近づいていく、接客の第一歩、これはですね、お客さんが、この商品ええなとちょっと思い込んでたら、声をかけに行くということですね。そして次に商品提示、アプローチで良い感想、感触を得たら、実際にこれ使ってくださいねと渡して実際に、触れてもらったり見てもらったりして、商品を提示するということですね。そして商品説明、顧客の好みとか判断が分かってきたら購買決定につながる、商品の説明を短く効果的に表現し言葉を使うということですね。セーリングポイントと言われるんですけども、例えばですね、iPhone とかね、これ2000円ですって言ったら、マジでみたいな感じでめちゃめちゃなんか、値段だけで見ようとするので、そのように短く効果的に表現した言葉を使うということですね。あとは、iCloud で同期できますよとか、なんか変なこと言って、とりあえず、商品の説明をしていくということです。そして最後にクロージング。顧客自らが購買決定をするような誘導、顧客のこの心理段階の、でいうこの信頼の段階に入れば、より効果的であるというものがあります。しかしですね、あまりにも商品をご利用しすぎる、ちょっとこれ買ってくれと、もう上から言われてるから、ちょっとこれ頼んで買ってくれとか、マジご利用しをしすぎると、返品されてしまうので、こちらを注意してくださいねということですね。そして6、7、8なんですけども、これは金銭受注して、お金を受け取って、そしていくら受けます、レジですね。レジで、そして包装、秒で包んで、ありがとうございますっていう感じで最後お見送りして、顧客が帰るときに感謝の気持ちで、後姿を見送ると。いう流れが、これが一般的な販売員の8プロセスですね。そして次にこの購買心理の8段階、これお客さんの例なんですけども、これは注目というものがあります。まずショーケースとかウィンドウに目を引かれます。この時僕たちというか販売員に関しては待機をしております。そして興味が持ったら特定の商品、色とかから値段機能に目が引かれて、おこれええやんって、お客さんになります。その時にどうすかみたいな感じでアプローチで声をかけていくということですね。それ次に連想、特定の商品を見て立ち止まり、これを使用したらどうかと、俺ええやんけみたいな。で、連想して、いると、妄想していると。それでその時でも、アプローチしていっていいですよということですね。そして3番、4番、欲望ですね。この商品が欲しいが、本当に最適かどうか、これほんまにええんかな、Android にしようかな、iPhone にしようかな、どうしようかなって、判断するということですね。で、iPhone を売りたければその時に iPhone のいいとこを言うということですね。そして比較検討、他社と比較して、良いものはないか、他の、例えば上申とか、エディオンとか本店のショップとかどっかいいとこ安いとこないかな、もうちょっと半額とかでなってないかなとか、そういういろんな店によって比較検討を行うということですね。そしてその時に、うちの店はこういう今値引きとかやってますとか、いろいろな、アプローチをして、この商品の説明に入ったりするということですね。そして、6番、信頼、顧客に、購入に踏み切ることですね。販売員とか、あとはメーカー、そして商品の信頼によって、クロージング、この お客さんに対してクロージングをかけていくということですね。よし、君から買うわとか、この商品いいからこれ買うわとか、あとはこのメーカーが好きだからこれ買うわっていう信頼になるということですね。その時に、クロージングをかけるということです。そして最後に行動、本格的に購入に入るということです。レジ行きますということですね。そして袋包んでもらって、最後、良いものを提供してくれてありがとうと、お客さんが快く立ち去る時ですね。これが満足。そして、お見送りをするという流れになります。これが、待機からお見送りまでの8プロセス。そして、購買心理の8段階になりますので、こちらも覚えておいていただければと思います。では、今回の問題に入っていきます。接客販売のプロセスは、待機、商品提示、商品説明、クロージング、金銭受注、包装、お見送りの順番であり、クロージングは〇〇の成立に向かう最終段階である。このまず、に入るのはこのアプローチですね。
待機の後にアプローチが来るので、このアに関しては3番のアプローチが入ります。そして次に、このクロージングは購買の成立ですね、売買ですね、売買の成立を向かう最終段階であるということですね。もうラスト、クロージングを行ってもらえれば、まあ、金銭受注につながると、まあ、この信頼の部分、6番の部分ですね、まあ、思い切って購入することなので、ここに関しては売買が入るということです。そして次に、接客のプロセスにおけるクロージングは購買心理過程8段階におけるうの段階から行うのが効果的である、まあ、このクロージングというものに関しては信頼の段階に入ることなので、確信このうが入るという流れになります。そして、次、クロージングの段階では、販売員が留意すべきことはできるだけ顧客の意義を尊重して顧客自らがするように誘導することである、この問題は購買決定になります。この購買決定なんですけども、まあ、お客さんからですね、しっかりと購買決定、お客さんから購買決定してもらうように、まあ、誘導していくのがこのクロージングの段階になるので、この絵に関してはこの購買決定、まあ、売買とか購買もお金かもう払うわ、金払うわっていう時がのこの購買とか売買が、まあ、このクロージングについてくるというところなので、こちらが一番重要なポイントになってきます。そして最後、販売員の推奨する商品を押し付けるとその後のオになりかねやすい、これは返品ですね。このもうあまりにも商品を押しすぎるともう返品されてしまう、上から、まあ、上司からたくさんもうこれを売れこれを売れと、もうメーカーからこれを売れこれを売れと言われすぎて、もう本当はお客さん違う商品欲しいけど、その上から言われたことばっかりやってると、いや本当はこれ欲しくなかったんやって言って返品される可能性があるので、こちらは注意してくださいという流れになります。以上のことから今回はアが3番、イが4番、ウが1番、エが2番、オが3番となります。